全ゼロやっていこうかなと思いますけれども、付録のエリー、残り12日か。これやっとこうかな。エリーガイド初販売中、今なら切り抜きシリーズのパズルがついてくる、都会の一コマを切り抜き、あなたの生活に彩りを。ちょっと走ってきたから。ちょっと息が切れて。行こうか。はい。なんか配信つけて、急いで戻ってきた。あ、じゃあ配信の、設定だけして。お客さんと何を話しているんだろう。あ、梅桃さん、こんばんは。付録がボンプパズルの一冊だけください。机のスペースがなくて、あと3つくらいしか置けそうにない。だからこのパズルの置き場所ももう決まってて、買います。夫婦のためにエリーガイド総集編を全巻購入します。今すぐ予約します。商売上手だな。少女は夫婦が用意した予約表に連絡先をさっと記入して、全12冊にグリグリとチェックを入れた。連絡先を記入してって文字書けるんだ。そして夫婦の頭を軽く撫で満足そうに立ち去った。あ、少女はか。今ってエリーガイドの総集編を予約できるの。しかも付録は過去の掲載写真で作ったパズル。夫婦は頭をかしげて考え込んだ後、パズルの本を加えてきて、前足の爪で2回ほど軽くこついた。挑戦してってこと。これか。で、今2個分解放されてんのか。活気あふれる荒野。すべてのピースを正しい位置に移動させるとパズルが完成します。三角を押すとパズルの完成図をプレビューできます。あ、これね、これ、あ、これで、あ、こう移動できるわけね。あ、簡単じゃんじゃん。じゃあ簡単じゃん。なんか15パズルみたいになってんのかと思った。そういうわけじゃないんだ。パズルが1枚完成することに対応する報酬を獲得できます。R3 を押すとパズルをシャッフルしてもう一度組み立てることができます。 R3、 あ、こ、ん、え、あ、 R3、 これか。いや、まあ嫌なんでいいかな。なるほど。で、三角で確認して、まあこれ通りにやればいいってことよね。別に一気に飛ばせるから、まあ、よく見て入れればいいだけだよ。あ、え、入れ替える順番を考えなきゃいけないってこと。こう入れ替えていってっていう手順が大事なのか。なるほど。で、これがこうで完成したところはグレーアウトする感じなんだな。じゃあ、まあ右上か、なんか上から順番にこうやっていけば、そんなになんか迷わなさそうな雰囲気が。こんな感じか。で、これ簡単だから、まあここまでやっちゃうか。これで、これかな。こうか。なるほど。夫婦の顔がこう。
で、上。こういう感じか。ハト。上からやっていけば分かりやすい。鳥の。ここか。OK。今できるのはここまでということか。報酬的にはまあまあこんなもんか。まあ、もらえるだけありがたいわな。ポリクローム60ずつくらいのもありがたいか。なるほど、こんな感じだったっぽい。まああとはまあまたまとめてやればいいんじゃないのかな。そんなに難しくもないし。今日どうしようかな。まだ8分経ってねえじゃん。今日はでもさすがにね、覇者歓迎の宴か。この辺もちょっと進めたいな。さすがに2回連続ノットアローン3時間ずつくらいやっちゃってるからさ。全然今回もそれでいいモチベではあるんだけど。さすがにちょっと偏りすぎちゃってるから。こっち、あと、05フォローじゃないわ。奇襲ノート。このあたりもやっときたいんだよね。どうしようかな。地球防衛戦。この S 取れてないやつ、とりあえず今ちょっとやるか。S 取れないかな。とりあえずこれ A 取れないかな。この時まだなんだっけ、あれまだ取れてなかったかな。キャラが。シーザーさんが。死なずにクリアできればいいってことだよね。時間とか関係ないんだよね。じゃっけ、どうしよっかな。シーザー、こっち側にシーザーさん入れるか。何やら有事であるな。勝利は勇者のもと、俺様の凱旋を待ってな。で、順番だけで変えたね。どんこいつでぶん殴る。総督はここだよ。あんたが触りたい。ダメ。こんな感じでいいかな。ちょっとこのままいっちゃうか。ホットアローン好きにはたまりませんから。なんか地味に再生され続けてはいるけど、どうなんだろうな。大きく再生されることはないけどくらいの。
界だけの勇者は何も恐れねえ。あ、変なタイミング使っちゃった。引き流されろ。もちろん。行くよ。いい噛み合わせ。うまく抜けるかな。行くぜお前ら。避けて戦うか。離れてよ。目に焼き付けな。とりあえず前半は OK。 宇多美でも防護のキャラ入れることができたらもっと余裕出んのかな。これなぁ、いや食らいすぎだろ一発で。待て、無理だわ。一応一回もクリアしたんだもんな。逆に量クリアしたよ。
こっち側に、あ、無理だろこれ。こっち側にシーターか。入れることができてやっといけるかなっていうくらいか。いけん、反応できんかった。これダメだ。よし、覇者歓迎の宴行こう。 B でクリアできただけでもまだ A 方だったんだよな。防具キャラもう一人育てたらワンチャンあるんかな、どうなんかなと思うけど、ちょっと切り替えよう。